スパド S-13 米空軍のスパド S-13 スパッド S-13 は第一次世界大戦期のフランススパッドが開発した単発、単座、複用の戦闘機である。基本的には成功作だった前作のスパッド S-7 の拡大改良型である。設計者のルイ・ベシュローは AS のジョルジュ・ギン・ヌメールと進行があり彼の提案によって S-7 を改良した。 エストエルブを設計したが、一般の操縦者には扱い辛かったため、極上式的な設計としたものが本気である。発動機の出力を強化したほか、翼平面型を改良、補助翼も増積した。この結果旋回性能がかなり改善されたが、離着陸時の安定性については相変わらず問題があった。武装はビカース 7.7mm 機銃2丁である。 速度性能は、その当時のいずれの主力機よりも早く頑丈であり、特にその急降下性能は有名である。初飛行の翌月には、フランス空軍での配備が開始され、戦後も主力戦闘機として使用されており、米陸軍航空隊では1920年まで運用されている。また対戦後にもチェコスロバキア、ポーランド、日本に輸出された。本機は、銀のメールのほか。 ルネ・ホンク、フランチェスコ・バラッカ等エイスの蒸気としても名を発せた。平式1型戦闘機1919 19年に来日したフォール教育団の教材機として4機輸入され、翌年には98機が輸入され、図式13型戦闘機として採用されている。1921年に平式1型戦闘機として正式採用されたが、 ニューポール24などの軽戦闘機に慣れていた。日本では礼遇され、特に離陸滑走時に左右に衝撃が加わり、修正に誤ると U ターンしながら滑走を始めた方向に離陸していくことがあったという。また、1920年にはフランスで操縦を学んだ民間操縦士である石橋マサルローが購入し、第2回検証郵便飛行大会で優勝した。ありがとうございます。